回してきて、さあホーキンソン早速入って、ここでちょっとミスマッチになっているが、しっかりとスクリーン作ってバウンドパス、ピックアンドロールから決めていった。ライアン・ケリーがまずは決めていきました。どこかな、中に入っていってケリーが行く、戻してベンドラーメン、スリー決めてきた。最後そして突き放されるというような状況でしたので、はい、今日もちょっとそんな片気味になってきてるんでしょうかね。そうですね、お互いにまあディフェンスをね頑張っているチームなので、1.6 リングランキング6位というような数字が出ています。ホーキンソン、ここは決めていきました。アッパーからチェンバース、中入ってケリー、ケリーにゲージがつく、フェイダメイ気味に打っていった。ここは決まります。どうするか、田中ダブルチームで行ったか、あーっと、ここはターンオーバー、スティールされて一気に渋谷が行って、小島レイアップ。まあ、JJ は昨シーズンは全試合に出場しました。スティールをも取りました。いやー、しかしここは決められた、田中さすがだ。さあ、小原です。小原からその川島、川島ダブルチームが中に入っていって、ブロックだ。あールーク、ここは決められなかった、決めきれなかった。さあ、ベンドラメ、ベンドラメからケリー、回っていって向こう側、クレモンズ、笹山がつきます。ケリーに川島、ケリーがアフェダメイ決めました。エビ名古屋もタイムアウトありませんからね。そうですよね、はい、選手たちだけで狙っていって、ここはクレモンズ。そう簡単に渋谷